4万人だって。え4万人。4万人。うん。豊洲の観光客。なんか並んで大変なことになってるっていうのをちょっと見ましたけど、うん、どの列かわからないみたいな。うん。いろいろ渋滞。まだ岡村さん行ってないですよ。行ってないですよ。行きたい気持ちはあるけど、好きじゃないですもん。なんかよくほら高速道路とかでも一番乗りとかで1週間前から徹夜してる人とかいるじゃないですか。それはそれぞれ自由だと思うんですけど、ご苦労さんだなと思うんですけど、やっぱり行きたいな、一回は。まあね、今前枠だって忘れてた。今ずっと喋ってつもりで、今あ35秒超えてる。ごめん、落ちも何もない。ダメだ、今のじゃダメだ。どうしよう、取り直した。自分が許せ、取り直せません。生放送で自分が許せない。生放送でこれでも生放送で良かったですよ。これ取り直しだったらもう何十時間かかるか分かんないですすいません、暑いです。そうですね、ちょっと今日は暑いかもしれないですね。僕らが悪いです今日あんまり入ってない。ニスタに比べて温度を上げてるんです、僕らが。すいません。まあでも涼しくなりましたね。私もまだパンダも見に行ってないしな。パンダも見てない、まだ見てない。皆さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますか。お口の恋人、岡村陽一です。お手にかけですか。島岡みのぶです。豊洲市場、うん、ね、もうついこの間ですね、あの築地の話を特集したのがね、うん、映画でね、なんかね、いろいろ不具合があるとかって手ぐすね。あ、でも絶対いい、そういう。でも何でもそうじゃない。どこでも、うん、あのディズニー、ディズニーランドが35年になるそうですけども、うん、開けてすぐの時もすごかったですよ。あそこがダメだ、ここがダメだって、まあ、ネガティブだからって。でも、オープンしたら少しやっぱり温かい目で見るのがやっぱり日本人のいいところでもあるなと。吉田さんの初物に飛びつかない。飛びつかない。飛びつかない。ただ食べるものですからね、きちっとしてほしいっていうのは、うん、もちろん口に入るものですから、ね、築地ワンダーランドって映画の中にもね出てきましたけど、そんなこと思いますけども、ちょっとのっけからなんですが、輪島関が亡くなってしまいました。あ、元横綱。元横綱とね、輪島関って言っていいのか、まあでも輪島さん。元横綱、うん、はい。で、ちょっとこのオープニングでする話じゃないかもしれないですけど、島岡さんなら答えられるかもしれないと思って、僕今まで気づかなかったこと一つあるんですよ。はい、あれだから、朱色の棺桶というのを初めて言いましたけど。見てないですよ。あ、そうですか。映像、あの、はい、輪島さんの、まあ、サラダということで特注したんだろうと、ちょっと思ったことがあるんですけど、言葉のお話です。はい。棺と棺桶の違いって言えます？今初めて聞きました。5秒、4秒、1秒。次は日本、違うか。棺桶はヨーロッパとか海外とかって違うな。あの、ハートロッカーって映画ありましたね。あれはあの、いわゆる爆弾テロの話でしたけども、はい、あれハートロッカーっていうのは隠語で棺桶って意味なんですよね。ハートロッカー、心臓のをキープしていくところっていう、隠語というか、まあ俗語というか、ね、棺と棺桶の違い、僕も最近知ったんですけど、棺桶はご遺体が入ってないの。棺桶、ご遺体が入ってるのは棺っていう、そうです。あ、じゃあまだ空でこう売ってたりする。あれは棺桶です。あれは棺ではないんですって。間違って使ってる人も多いらしいですけど、それは難しい。という、すいません、豆知識だけで、もうすいません、37年も生きてまいりました。はい、わかりました。というわけで覚えておきましょう。冒頭にする話じゃなかったかもしれませんが、今日はですね、まあ、ちょっと死と関係ある映画です。教会史、ご存知でしょうか。もう今話題になってます。本当に死を見つめる。大杉蓮さん最初のプロデュース作、そして最後の主演映画になりました。これがもう公開になりました。このプロデューサーの松田博子さん、そして重要な役をやってらっしゃいます五津武雄さんに、5年ぶりで来ていただきました。その前にいろいろと先生とかマリちゃんとかヨッシーとか出てまいります。お楽しみに。今日の1曲目はこの曲、オリビア・ニュートン・ジョン、 If not for you。オリビア・ニュートン・ジョン、 If not for you、 お送りしました。小林太一君です。そのためはいらないと思うんですけど、このためは何かというとですね、今曲かかってる間にちょっといろいろ島岡さんと揉めてしまったんですけど、忘れてください。もう20年もやってました。いろいろございます。誰も聞いてない。さあ、小林太一さんでございます。アップル歯科クリニックでおなじみ、はい、今月もやってまいりました月一のアップル歯科クリニック、小林でございます。よろしくお願いします。今月は9月にこの番組でご一緒させていただいた映画明日にかける橋の太田監督の映画を、まあ、解説を聞いているうちに、
これはもうぜひ見に行かなきゃいけないなっていう気持ちになりまして、まあ、それを見に行ったので、その素直なね、まあ、率直な感想を今日は述べさせていただけたらいいかなと思ってます。先生初めてですよ、映画紹介。そうです、すごい、もう本当にね、はいはい、こんなレビューするっていうのはもう生まれて初めてです、ね、よろしくお願いします、はいはいはい、足にかけだし、はい、で私が行ったところは今はやってるのはララポート岩田とかそういうところで今新しくなんか展開してるっていう話みたいなんですけど、うん、まあ、そんな遠くじゃなくて、まあ、私はじゃ横浜のジャック&ベティってところで、ね、はい、そこで行ってきまして、うん、でこの雰囲気がまた映画のそうですね、すごいニューシネマパラダイスとか出てくるようなね、はい、すごい綺麗っていうか、なんて言うんだろう、なんていうの、ちっちゃいこじんまりしてるんだけど、ね、なんかね、映画が好きな人が詰まってるっていう感じがしますね。みんな見てる人たちも、はい、なんかこの映画をもう見に来たっていう、うん、そういう感じのこう、うん、なんていうかね、決め打ちで来たっていう感じの人たちが多くて、はい、もうかなんていうんでしょうね、本当にもうキラキラしたような、うん、東急シネマズとか、うん、川崎のラチッタみたいな、うん、ああいうところとまた全然違う、うん、本当になんかシックで落ち着いたっていうか、シネマコンプレックスみたいなね、そうではないですけど、うん、なんか本当に綺麗とはまたちょっと違う、はい、名画座っていうか、そういう昔の感じがすごくいいなと思って、でそこでもうね、嫌顔でもこうね、話も聞いてるし、もう気分もね、よし見てやるぞっていう気持ちで行ったんですけど、うん、ちゃんとした内容をまあ1989年にっていう話までは聞いてたんで、具体的なもう入りとか全然そういうのは知らなかったんですよ。で実際にこう見に行った時の、まあ、その前の段階で予告編でもまたちょっと気になる映画があって、うん、まあ、それがちょうど教会師っていう映画だったんですよね、はい、そうなんですよ、うん、でその時にもなんだこの複雑ななんかね、難しそうな内容だけど、死刑囚の話ですからね。そうですね、登場人物がこの人たち死刑囚だよねみたいな感じで、うん、まあ、すごい興味はあって、今日その死刑囚の一人が来てますから、そうなんですね、だちょっとそれを聞いてすごいびっくりしてるんですけどね、うん、だちょっと話聞けたらいいなと思ってですね、はい、でまあ、予告もね、そういうのを見て何の映画見に来たんだっけって一瞬分からなくなったんですけど先生、よっぽど映画館行くことは、まあ、まずあんまりないんですよね、忙しい、そう、貴重な体験、土日もやってるから貴重な体験、久しぶりに映画を見に行くっていうところなんで、まあ、行くとしてもね、子供のアニメとか、ね、そういうのが多かったんで、ね、うん、そういう本格的なのも本当久しぶりだったんですよね、うん、そうなんですよね、はい、で1989年っていうの僕も生まれてもう10年ちょっと経ってるぐらいなんで、うん、やっぱ記憶もね、いろいろあれこれなんとなく覚えてるっていうのが、まあ、ニュースとかもそういうのがで、本編とかにもそういうシーンがいろいろこう流れて、ニュースステーションみたいなシーンとか、そうですね、そうなんですよ、なんか懐かしいな、これ久米さんとかに思いながら、久米さんのそっくりさん、そうそうそう、1989年にタイムスリップしてしまった映画です。そうですね、うん、だそれでなんか、あ、なんか懐かしいよねなんて言いながら、もちろんフィクションもね入ってるっていうのがあるんで、うん、まあ、知らないねっていう人たちももちろんいるんですけど、だそういうのなんか見てるうちに、なんか現実と映画の世界がね、曖昧にこうなってくるような感じで、よりこう感情移入しやすくなったなっていうのがあったんですね、はい、で実際こうストーリーはね、あんまりこうベラベラ喋っちゃうといけないとは思うんですけど、まあ、やっぱり最初の出だしが、うん、まあ暗いなっていうのが地味に始まるんですよね、すごい地味で暗くて、何これと思って、そうなんですよ、うん、で橋も全然出てこないし、はい、これのね、これだよねっていう気持ちがまず最初にあったんですよね、うん、はい、で最後暗い話の最後の方で主人公のみゆきが、うん、なんでこんなことになっちゃったんだろうねっていうのは、お母さんとね抱き合いながらっていうシーンはもうやっぱり思い出すだけでね、やっぱね涙が今でも出てきますよね、家族がバラバラになってしまう、ね、あのシーンはなんかね、うん、涙がやっぱりというところがあって、うん、でそのシーンが終わった直後ぐらいから話がまたちょっとね一転して、なんかこう急に橋が出てきたりとか、そういうので、うん、なんかこう明るくなったなと思ったら、また最後の方でね、いろいろ家族がね、うん、またこういろいろなことがあったりとか、困難が訪れるそうなんですね、うん、でやっぱこうお父さんとかもね、その娘をこう守るとか、ああいうシーンとか見るとなんかいいねっていうのが、うちは娘じゃないんでね、息子だからなんとも思えないんですけれど、でもやっぱりなんか感情移入っていうか、そういうのはできるかなとは思うんですよね、うん、
本当はもっとね、ペラ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 こう喋りたいのは山々なんですけど。いや、だいぶ喋ってるし。そうなんですけどね。ただまあなんかいろいろ、さっきも岡村さんに話聞いたら、いろいろとなんか関西の方にまだ映画の方が、ね。おとといから京都が始まりまして、あと岡山。で、もちろんララポート岩田はなんとですよ。この間僕舞台挨拶、先月行ったところ、なんと7週目に突入ですよ。大ヒットです。撮影した場所ですね。そうです。うん、やっぱりあの、花火大会とか、あの、橋とかは、ぜひ行ってみたいなって。一回はね、ぜひ。なんかすごい綺麗なシーンだっただけにね、はい、やっぱりあれは来年とか近いうちに忘れないうちには行きたいなっていうのは、はい、そういうふうには思ったかなと思いますね、うん、で映画を見たその日にたまたま岡村さんからこう電話というか LINE が来て、うん、でちょっとお話しする機会があったから、うん、まあ思いの丈をこう打ち負けてすごかったですってあのシーンはなかなか見応えありましたとかいろいろこう話をして、まあ普通だとね、この映画見てそんな感想で出演者に言えるなんて機会はいえいえまあないんじゃないですか、ね、俳優の知り合いがいない限りないですもんね。だからそれがもうこういうことやってて、なんかすごい良かったなっていうのは思いましたね。で、そう、あとはツイッターでいろいろと何件もつぶやいて、はい、太田監督にいろいろこうリツイートしてました。そうですか。あ、なるほど。先生がつぶやいた。そう、結構何件か、4件、5件ぐらいつぶやいて、それもやっぱりリツイートしてくれたりとかして、なるほど、ね。結構、あら、すいません、ありがとうございますっていう感じで、面白かったなっていうのが。いや、僕だから、その、ね、あの小林先生とちょっとそのさっき見たよっていう時にお話たまたまなんですけどできてよかったのはここ来てね長澤凛ちゃんも可愛いねって言って監督が映画見に行ってくださることは大変ありがたい。ただ僕らこんだけ映画紹介したと思うんですけど映画見るってある種ギャンブルみたいなとこあっていやすごく期待して行ったんだけどまあ悪くないけど別にねっていうことが本当申し訳ないけど結構あるわけですよ。だあの小林先生が泣いた泣いたっていや本当にねもうちょうど妻と一緒に行ったんですけど、はい、あ妻の顔は見ないもう見れないあもうこのシーンだけじゃないと集中してそうもうねお前なんか何も言うなよっていう感じでそんなお前ちょっとかわいそうこっち見ないでこっち見ないでっていう感じでねでも夫婦であの映画を見るとまたちょっといろいろそうあっちも多分なんか思うことはあったかなとは思うんですよ、ね、ちょっと先生の目が潤んでらっしゃる家族の映画ですよそうなんですあれはねぜひ本当に見た方がいいなっていうのをみんなに何度も見ていただきたいと思います。本当にそういう感じですねあれは。いや嬉しい。これがもう私が出てる映画かどうかがすごく重要なことですよ。私的にはですよ。でもね良かったです。あのシーンもね。あの見た方がいい。ちょっと言えないけどね。あのつまりあれでしょ一番最後のシーンをおっしゃってるんですよ。そうあれも。うん。僕ね映画を見た時これはちゃんとスクリーンで見たんですけど僕ね。最後もう一回出てくるの忘れてたんですよ。で、見てると役者ってね、ああ、そここうすればよかったね。よし、そういうことあるよね。そこね、もうちょっとこうすればよかったことばっかり考えてるんです。で、自分のシーンが終わったと思って、あでもいい話だなと思って、もう自分の内容知ってるのに、涙出てきたら、あ俺が持って出てきたと思って、で、みんなが笑ってるから客席が嬉しかったですね。そうですね。ああ、そういう地下っていうのが。そうかそうか良かったですね。笑ってる人たちを感じながら感じながら俺ですけど俺ですけどって言ったらよ、ね、田舎もんか感じなんですね。すごかったです、ね。出演するってそういうことなんですね。なんかねもういろいろその後岩田についてとかね、うん、その辺の袋井氏についてとかもいろいろ調べて、うん、あの橋はどこら辺なんだろうとかっていうのがちょこちょこ、ね、そこにその行って僕がで僕本当にあの車で行ったんですねその静岡名古屋までね。行ってちょっと腰が痛かったもん疲れててずっと座っててなんだよあそこ行ったらねでその長澤凛ちゃんも一緒だったんですけどねブワーッと向こう走ってって戻ってきたんですよ元気だな若い子と思ってで、まあ、ちょっとそこまで行こうと思ってたもとまで行って、まあ、写真も撮ったしと思ったら走りたくなっちゃった走っちゃった1989年9年に行けなかったけど絶対帰り歩いて戻りましたけどねなんかね自分がそう思ってるかもしれないけどなんかあるないいですよね、ただの生活用の橋なんですよ、うん、住民の、うん、であれ明日橋じゃないですもともと名前変えちゃったみたいですよ、はい、今回聖地になったからちょっとぜひ今度、ね、行きたいですいらっしゃってまた報告をねお願いしちょっと行ってみたいなと思います、はい、というわけで、うん、明日にかける橋まだまだ上映中でございます土日もやっているアップル歯科クリニックいつ映画を見に行くね大変だわもう本当この間のやった木曜日だからもう、うんちょうど聞いた話の3日後ぐらいですね。うん、ね行かなきゃ行かないって。素できたら来月も映画で行けたら。はい。カンドビティ頑張ってるぞ。はい。小林太一コーナーです。ありがとうございました。はい、どうもよろしくこの曲の後マリちゃんの登場です。オリビア・ニュートン・ジョン、Have You Never Been Mellow。
お聞きの放送は川崎 FM79.1MHz です。毎週月曜日の午後1時から2時は岡村陽一のシネマストリート第1部、2時から3時は第2部をお届けしています。インターネットのサイマルラジオ、リスンラジオを通じて世界中の皆様にお届けしています。マリちゃんのマリバルのコーナーです。はい、桜井マリです。今日は3本なんかキラキラしてるの、はい、マリちゃんから今日はどういったらいいんでしょうか。チェックの金と黒のチェックですごいよ。なんて言ったらいいんでしょうかね。一番すごいよって先週に引き続き信長の使いでローマ行った人のような、まあ、そんなことはいいです。はい、はい、生きてるだけで愛、1本目ですね、うん。原作は2006年に劇作家小説家の元谷明子が発表した同名小説です。生きてるだけで愛という小説ですね。元谷明子の映画化された作品としては抜けども悲しみの愛を見せろが、うん、あの壮絶姉妹バトルが印象的でしたけれども、本作は鬱で過眠症で引きこもりの女と芸能ゴシップ記事を書いてる男の恋愛映画です。で、女を演じてるのが朱里、男を演じてるのが菅田将暉、男の元カノが仲里依さん、監督脚本はこれが劇場長編映画デビュー作となる関根幸才さんで、これ16ミリでこだわって撮った作品ですね。でこういうなんか痛い女を描いた映画って特に日本映画多いですよね。で、まあ、大抵美しくないし映画としてもなんか痛い結果になるようなね、うん、見た方も興行的にもなんか痛い感じのが多いような気がするんですけど、うん、これはかなりいい作品です。あ、そうですか。はい、で、メンヘラ女と週刊誌のゴシップ記事記者の男は同棲3年男がいつもコンビニ弁当を買って帰りぐちゃぐちゃの部屋で食事をして女が文句を言って男は黙るという毎日です。ありがちです。日本映画にありがちなスペーションですね。そうそうそう、そこへ男の元カノが現れ、復縁したいからあんたは自立して、別れてくれと、すごいな、ひでえな、命じるわけですよ。で社会復帰の手伝いをなぜか元カノがしてくれるっていう、うん、でカフェでなんとかこう働き始めるんですね、はい、でちょっと生きる力も湧いてくるんです。でしかしもうそんなことにはその男の方は無関心なんですね。で自分の仕事上 その本当はもっと社会派の記事を書きたいのに、うん、ゴシップ記事をあてがわられてそういう葛藤で頭がいっぱいなんです。で女の働くカフェのオーナー夫婦とかね、あと元引きこもりの同僚の女性っていうのがいて、もうすごい異常なほど優しいんです。そこで安心してやる安心して働けるようになったかなと思いきやっていう話なんですね、うん、で愛する愛されること、どちらも下手くそな女って、男は一方傷つくのも傷つけられるのも嫌で全てをもう受け流すような、それでも二人がつながってるっていうのはお互いが必要だからっていうことなんですよ。これはよく分かんないな、男と女ってね、うんうんうん、まあ結局自分を分かってほしい、受け止めてほしいっていう声がね、そのセリフのやり取りの向こう側からもすごい叫び声のように聞こえてくるんですね、うん、女はものすごいエキセントリックで、それをひたすら受け止める男っていうのもまあ尋常じゃないんですけれども、その二人が尋常じゃないのを引き立たせるのが周りのすごく普通の人たちかと思いきや、その周りの人たちもみんな過剰でなんか面白いんですよね。その真面目で一生懸命でその一番優しい人が一番残酷みたいなね、なんかおかしいんですよ。でその2人の育成がどうなるかっていうのは、その元谷由紀子の原作と映画の間でどういうふうにするかっていうのでかなり激論があったらしいんですよ。あ、じゃあ違う。でそれでやっぱり男の人の考えるラストと女の人がこの2人がどうなっていくかっていうところですごくこう違いが顕著だった、うん、それをね皆さんご覧になってあなたはどういうふうに考えますかっていうのをね、うん、ちょっとね考え一緒に語り合いたいような映画です、うん、11月9日公開です。シリちゃんとほら水谷豊とね、うまいですか、ナリちゃんのね、うん、細いなんか可愛い感じじゃないですか、うん、結構激しい役に挑戦するのね、そうですね、もう結構女優魂を見せてくれる作品ですね、はい、2本目はライ麦畑で出会ったらです、岡村さん読みましたか。もちろん、はい、サリンジャーのね、はい、はい、青春小説の、金字塔です、はい、本当にで、私も読みました、しかも英文で、あら、うん、あら
ちょっと久しぶりに上から目線になりましたね。はい、映画のタイトルは、はい、ライ麦畑で出会ったら、はい、はい、ねえ、まあ、内容は全く覚えてません。そんなもん。読み終えたかどうかもあんまり自信がない。ずっと一人語りのね、うん、あ、そうなんですね。で、この不朽の名作に心を奪われたあの男の子の主人公がサリンジャー作品を戯曲化したいという許可を得るためにサリンジャーに会いに行くという物語映画です、はい、物語映画なんですが、監督 あのジェームス・サドビス監督っていうんですけども、実際のエピソード満載で、うん、サリンジャーに会いに行くまでは 85%、 その後の 99%、 その後の物語は 99% が実体験だったと言ってます、うん、はい、で、1969年アメリカ、冴えない高校生ジェイミーはライ麦畑で捕まえたの主人公に共感し、自分こそが真の理解者だと思い込みます。自身が脚本を変えて主人公を演じたい、それには作者サリンジャーの許可が必要だ。演劇部で知り合った少女と一緒に旅に行きます。サリンジャーはマスコミ嫌いで居場所を突き止めるのも大変、田舎の広い土地で、まあ、近隣といってもね、すごい離れた近隣の人たちなんですけども、その人たちもなかなかね、いや知らないよ、こんなの、うん、聞いたこともないそんな話みたいな感じで、無理、うん、ですよね、はい、でもそれをなんとかこう、ね、ついに探しちゃってるんですけども、実はそんな人はね世界中にいっぱいいて、うん、顔だってよく分かんないですよ、ね、若さがやってきて、うん、サリンジャーもそんなうんざりしてるんですね、うん、でもう隠遁生活をね邪魔されてね、もう激怒しちゃうみたいな感じなんですよ。ボブ・ディランだって隠遁生活ですからね、どこにいるか分からなかったっていう、うん、なるほど。で、まあ、その映画を見て、私は高校生の時になんとなくクリスタルを描いた若きベストセラー小説家だった田中芳雄さんに会いに行った。なんですごい話ですね。それで、うん、ギャル雑誌が、うん、ギャルズライフとか、ね、うん、ムディとか、それで雑誌の連載企画で行ったんですよ。あ、そうですか。で、やっぱり、ね、その後の人生に多大な影響を受けてるんですね、うん、それで大人になってからあの突破者っていうのを書いて、50歳で作家デビューした宮崎駿さんに会いに行き、はい、映画、その宮崎さんここにも来ましたね、うん、でその、映画の原作突破者太陽伝というね、映画の原作者が宮崎さんなんですけども、そのきっかけに高橋源監督に出会い、俳優岡村陽一に出会い、はい、今日があるわけなんです。あ、そう、はい、そういう感じ、ね、呼び捨てか。すみません。いえいえ。あの、なんていうんですか、ほら、巨匠はこう呼び捨てじゃないですか。はい。ね、巨匠岡村陽一。巨匠です。ね、それで、だから、この主人公の気持ちっていうかね、うんうんうん、自分がその定まってない、まだこう、揺れ、動いてる時期に、すごい人に会って、その作品だけでなく、その人となりから影響を受ける喜びとかね、そういう幸せなことっていうのがすごくよくわかるんですね。で、本当に貴重な体験だったし、ありがたいことだったなっていうのを、この映画を通じてまた胸にグッとくる映画でした。で、そんな経験をね、みんながしてくれたらいいなと思うんですね。あの、会社とかね、人間関係でね、家のことがあってもね、自分はすごい人に会ったと。で、直接かけられた言葉って作品じゃなくて、で、それをね、あの、知ってもらったことがある、かけてもらった言葉があるっていうのはね、事実なわけです。 で若い人ってね、うん、割と会いに行くと会ってくれるんですよ、若いと、あの、その邪心がないから、うん、島子さんいます、そういうすごい人と出会ったっていうので、自分が、なんか無理やり探して誰かに会いに行ったみたいな、というか、まあ、そうじゃなくても誰かに会った時、会ってこの一言が糧になってる、そのすごい人でいます。いや、岡村陽一以外でですよ。どうでしょう、私は大島渚さんですね、もう迷わず、そういう人が一人いると辛い時に頑張れるっていうのはですね、そういう事実に支えられると思うんですね、うん、そうやってね、それでこの主人公はね、自分がその、あのライ麦畑の主人公そのままだと思い込んでるんだけど、うん、それって思い込みとかで、その作品をこういう作品だとか、こういう人の隣だって信じる信じないじゃなくて、あってかけられた言葉とかしてくれたことっていうのは信じる信じるじゃなくて事実だから、それってすごく重いと思うんですよ。だからそういう経験をね、みんながしたらすごく、あの、生きる力になるんじゃないかなと思わせられた映画でした。最後の一本、はい、あ、すいません、この映画は10月29日公開です、はい、はい、最後の一本は LBJ ケネディの意思を継いだ男です、ケネディ暗殺後アメリカ大統領に就任したリンドン・ベインズ・ジョンソン LBJ ですね、初めて聞いたぞって感じですよね、ほとんどね、人種差別撤廃を目指して公民権法、投票権法を成立させました。若く華やかで人を引きつけるカリスマ性を持った北東部出身のケネディと南部の田舎の者の成り上がりのジョンソン、その対比とジョンソンの知られざる一面に焦点を当てた実話物語です。監督はロブ・ライナー、
ベトナム戦争を進めて嫌われた国民にすごく人気ない大統領というイメージを苦悩の中で見せる政治的力量とかその功績を描くことによりそのイメージを塗り替えたんですね。南部出身だからこそ元院内総務をやってたからこそその交渉力を持ってケネディが示したまま果たせなかったそのビジョンをちゃんとこう実現することができたのはジョンソンのおかげっていう、うん、そのしかし、うん、しかしこの人が本当その南部出身でねもう例えがいちいち下品なんですね、うん、まあ例えばねテントの外から中にしょんべんをされるより中に入れて外にしょんべんをさせた方がいいだろうとか、これ大統領になってからこんなこと言ってるんですか。いや、ね、でもね、まあ、でも非常に下品なんだけど真実を言ってるんですね、うん、でねその最近アメリカの歴史をマイノリティの視点で見るっていう講演を聞いたんです。その映画とは別に、うん、でこのねジョンソンがやったことも果たしてねその奴隷解放っていうのは本当に人権意識の高まりとかで、ね、民主主義の理念に駆られてそれで公民権とか投票権が与えられたのかっていうね話だったんです、うん、でこの映画その LBJ ケネディの遺志を継いだ男っていう映画でアメリカのその大統領とか歴史の見方が変わると思うんですけども、さらなるねその国人たちマイノリティからの視点っていうものも得なきゃいけないと。誰が描いた歴史なのか、誰からの視点で、どの方向から見るかですよね。そう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 、だからその奴隷解放に関して言うと北軍の利益と一致してたのも間違いないわけですよね、うん、ということは当然あると思います、うん、昨日のセゴドンでちょっとそういうのが出てきた、うん、なぜ天子様天皇を、京都から東京に移したのかっていうと、うん、残りのうるさい人たちを黙らせるために東京に移しちゃった天皇だけを、うん、そうするといろいろな公家の勢力というのを抑えることができるから、うん、はっきり出てくる大久保利通のセリフでね、うん、という部分って常にあるんですね、いろんな面が、ね、権力闘争ね、そうです、はい、はい、うん、でまあそういう視点を得ることが大事だと。でだフェイクなのか、うん、何が事実なのか、そういう見極める目を養うためにもね、映画ってやっぱりたくさんいろいろ見た方がいいなと思う映画でした。生きてるだけで愛、ライブギー畑で出会ったら、 LBJ ケネディの遺志を継いだ男、3本紹介してくれました。はい、これコーナー中です、はい、マリバールのコーナー、桜井マリちゃんでした。ありがとうございました。この曲の後はゲストの登場です。オリビア・ニュートン・ジョン、 Every Face Tells a Story。あ、ちょっとはい、はい、いや、ちょっと写真をですね、はい、あ、はい、あ、今撮っちゃいます、はい、はい、紹介しよう、じゃあ、皆さん、写真を、はい、はい、笑う、はい、すいませんが、小林さんちょっとこう前に来ていただいて、ちょっとツーショットですね、小林さんとツーショット撮りたいと思うんですよ、はい、はい、私本名小林なもんですから、ね、あ、そうですか、あらら、一瞬今やったら両小林、はい、はい、もう一枚いく、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんかでも神様の役もですそうですね、天国から来たチャンピオンみたいな映画で本人は死んだと思ってるんだけどまだ死んでないみたいなね、今そう思っちゃった。はい、始まりましたよ、はい、野口さんいいですか、はい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 、大丈夫ですよ、はい、もう公開が始まっております、番組も始まっておりますが教会史という映画がございます。皆さん新聞の広告とかにもなりましてご覧になってますでしょうか。今日は教えるという字ですね。それで会はこれちょっと難しい字、松田さんこれ何と読むんですかね、他の読み方はちょっとわからないですね。論弁に毎日の毎と書いて、でもなんか母になってそれ点々なんです、そうです、毎日の毎の、うん、で師は教師の師です、だから学校の先生の教師の間に会という字が入ってるという、ここでしかあまり見ない感じですね、見ない、僕も初めて今回教会という言葉でしかあまり見ない、拝見しました。教会史というタイトルの映画、これは、2月にちょっと急に亡くなりました、僕もよく存じ上げておりました大杉蓮さんの最初のプロデュース作品で最後の主演作ということになりました。で僕どうしてもこの映画を、番組でやりたいなというふうに思ってたら、ちょっとなかなか監督とスケジュールがね合わなくてですね、ちょっとでもご無理を言って今日は
松田浩子プロデューサーに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でそしてこれ映画の内容は徐々にお話しするんですが、死刑囚がたくさん出てくる話です。教会士というのはその死刑囚とね、はい、こう対話を死刑囚のお一人でいらっしゃいます、ごず死刑囚のお一人の役ではい、ごず武雄さんです。はい、ごずです。よろしくお願いいたします。ごずさんはあの5年前にそうです、ね、真夏の方程式っていう、はいはい、あれは福山そうですね、福山さんと、ね、それからなんだっけ、ん渡辺謙さんの娘さん、ね、はい、あんちゃんが出てたそうです、ね、ミステリーそうですね。その映画の時に5年前に来てた、はい、そうですね。今お会いするのが5年ぶりでございますが、よろしくお願いいたします、はい、あまりお変わりもなく、いえいえいえ、おひげは割とあの役に関わらず、はい、あのね、だいたいおひげ生やしてから、はい、オファーが結構来るようになる。私、おひげ生やして、お母さんは生えてきてますね。あんまり変わらないです。いや、このおひげが貧相に見えるみたい。ちょっと白いね。なんとなく、あのちょっと ご本人前に失礼かもしれませんけども、ね、あの人生で大成功した人と真逆のようなそうです、ね、役が起きて、はい、ちょっとごずさん あのお話をさせていただきましょう。ごずたけおさんはごずというのはあの5つの頭と書きまして、たけおのたけおの山岳ね、山岳部とかっていうの山の方に夫と書いてごずたけおさん、皆さんイメージできましたでしょうか。で、あ、珍しい名字だなと思ってたら、芸名だというのが先ほどありまして、はい、ちょっと驚きました。いいと思います。子どもの頃のハイキングコースの山の名前なんですね、うん、それがあの水山ええごずごずだけ、ごずだけ、あ、山がこう5つという、はいはい、連邦がごず連邦ってあるんですけどね、うんうん、それの中に、新潟ですか、そうです、新潟に、はい、で、まあ、今に新潟でそんな競馬やってますけども、うん、ごず連邦特別なんてみたいなものの名所までついてるし、兵庫っていう白鳥の来るところ、 あそこが僕が生まれたところなんです。兵庫はね、有名ですよね、はい、新潟県阿賀野市のご出身でいらっしゃいます。ちっちゃい頃から好きでした、お芝居とか、好きでしたね、うん、もう3つぐらいから歌ってたみたいですね。あ、そうですか、はい、あのなんか決定的な出来事って何でしょう、これ俺は役者になるなと思ったことってあります、なんか舞台を見たとか。その頃あの舞台って言ってもアマチュア劇団の舞台しかなかったんですよね、はい、うん、で僕が高校行った時に、まあ、演劇部もなかったしサークルもなかったし、うん、で女の子たちが演劇サークルで作って、お芝居をしたいと、はい、で男子生徒に手を貸してほしいって言うんで、うん、まあ、あの僕も機械科だったんですけど、はい、建築部の人とそれから僕と機械の3人が初めて演劇っていうものの裏方あところが、はい、主役をやらされちゃったんです。何でしたか、なんで裏方が主役になるの。ああ、それはですね、うん、題材が、あの脚本が国境の夜という、はい、秋田雨雀さん の、うん、あの短編、その後はモリエールのプロポーズをやったりしてたんですけどね、うん、それがきっかけで舞台って面白いなっていうふうに思ったんですね、古典版にね、評価が酷評されました。本当に悔しかったというのもある、まあ悔しかったというのも、でもそれ以上にも舞台に立つ面白さっていうの、うん、そうですね、それ何が面白かったんでしょう、舞台に立つことの一番喜びは何だったですか。まあ自分のスポットライト当たる喜びと同時に、逆にお客さんがっていうか見てる人がですね、感動して涙流したなんていうのもあったら、いやもう、もう、ね、何とも言えないですよ、最高の職業だと僕は最高の、あの思いますね、というようなことで、そこからもういろいろとですね、青年劇場、はい、もうたくさんのテレビ、ドラマ、映画、だからごずたけおさんという名前、あ、知らないって方、後にあの僕のブログだとか、この、番組のことをいつも Facebook に書いてますから、写真を載せますので、見ると、ああ、知ってる、知ってる、知ってる、という方が多いんじゃないでしょうか。あの川崎は劇団の頃に縁があるんですよ、はい、あの川崎親子子供劇場ってありますよね、うん、で中原のそこの区民会館でやったり高津の市民会館でやったり、中原の前の市民館とかで、そういうことですね、だから要するに川崎の
全部の親子劇場 の, あのそういったお母さんたちの、うん、まあ 地区がありますね。それを全部の川崎市内は全部やっちゃったんです。あと横浜も含めて、青年劇場の時代、それが影の砦という、あの特殊学級って言いますか、そういう障害児学級を扱った作品だったので、大人から、あ、子供から大人まで楽しめる作品で、阿蘇公園の時にはおひねりが飛んできました。いいですね、おひねり好きですよ私も。もうすごいキャリアでございまして、もう古くはあの日本映画の金字塔、傑作の一つと言っていい、というか間違いなくこれは入る砂の器、野村義太郎監督、同じく野村義太郎監督、八幡村、そして高倉健さん出てらっしゃいます、あの日本映画の興行記録を塗り替えました八甲田さん、これも死にそうになったでしょ、雪の中で。そうですよ、2シーズン、それも2シーズンにかけてですから ね。あ、そうですね、あの間ずっと高倉健さんが仕事しなくてマンションも車も全部売ったって言ってましたからね。そして2007年、図鑑に載ってない虫、ホームレス役てんてん、これもホームレス役。2009年、少年メリケン作、昨日ワウワウでやってました工藤官九郎監督、ホームレス役。そしてインスタント沼、そしてこれも話題になりました西川美和監督のディアドクター、それからあの山田洋次監督の弟ゼブラマン2、明日のジョー、それから任侠ヘルパー、これは草薙さんのですね。それからもっとありますね、最近では、あ、白鳥玲子でございます。そして凶悪、もっとすごい、去年の僕ベストテレビ入れました、マーティン・スコセッシ監督のハリウッド映画沈黙にも出てます。これは台湾で撮影した、台湾の、もともとは日本で撮影する予定で、まあ聞いた話なんですけど、渡辺謙さん、あの浅野さんがやった役を渡辺さんがっていう話だったらしいんですよ、それがもう6年ぐらい前だったんです、撮影の、それであの結局ハリウッドで渡辺謙さん、行っちゃったもんだから、その後、まあ英語のできる人っていうことで浅野さんと、それは忠信さんね、忠信さんと、そういうふうに決まったみたいですね。確認したで、その6年前にオーディションを受けた人でそのまんま残ってる人もいたんですよ、渡辺哲さんとか。ああそうですか、なるほどね。私は6年前の組なんですよ、今初めてここで言いますけど。ああそうなんですか。ちょっと今回呼ばれなかったんですけど、というわけでございまして、最近では皆さんよくご存知、カンヌでパルムドールを取りました万引き家族、そして今回教会師と、ありがとうございます。万引き家族はどんな役ですか。ですね、駄菓子屋さんがあるんです。あ、はいはいはい、江本明さん、江本明さんがおじいちゃんがやってるところ。そうそう、あそこはあの、まあ、地域の人たちっていうか、まあ、割とどっちかというと、まあ何て言いますかね、山陰屋とかあの辺の方に、まああれ箕輪でロケしたって聞いてますね、はい、ああいう人たちが集まるところがあって、要するにその場でお湯をついでカップラーメンを食べれるっていうことで、そうですね、そのカップラーメンをついでる、要するに、まあ、ロングで弾いてるんですよ、子供さんがガチャガチャやってる、あのシーンでね、お湯もらうよっていう一言と、あの2人が万引き始めるよって合図するときにシャッターするのが僕です。僕ね、先週見たんですよ、やっと、なのでよく覚えております、この曲の後、教会師の話。オリビア・ニュートン・ジョン、メイキング・グッズ・イング・ベター。オリビア・ニュートン・ジョン、メイキング・グッズ・イング・ベター、お送りしています。公開中の映画教会師はこんな内容です。はい、大杉蓮さんが演じているのは教会師、牧師の佐伯という男です。死刑囚に面談をして、まあ、いろんなお話をするんですよね。6人の死刑囚が出てまいります、まあ、真剣にもう思いを吐露する、そして反省をする、なぜ自分はこんなことをしてしまったんだって語る死刑囚もいるかと思えば、まあなんかちょっといろいろ話があちこち行ってしまう人もいる、ただただひたすら喋るおばちゃんもいる、5人の男性と1人の、ね、女性、6人の死刑囚ですけれども、まあ、ほとんどがその教会士と、死刑囚が面談しているという空間の中で繰り広げられていく、対話が本当に重視された映画です。島岡さんどうでした。いやちょっとびっくりしましたけれども、あの6人の死刑囚役をやった皆さんが本当に、いやいいんですよ。でお人よしのホームレス役で、まあ、このねごずさんが
なんでこの人そんな死囚になるほどの凶悪な人に見えないのにって、いいおじいちゃんに見えるよね、うん、思いながら、でもやっぱり何かがあって当然ここにいるっていう。で、ね、私はこの自己中心的な若者 の高宮という男が出てくるんですが、この人に言ってること許せないなって思いながら、なんかでも そうかもって思っちゃうような自分がいたりとか、なんか死刑囚の人と私も対話したことはないですけれども、この佐伯という男が答えられないことだらけなんですよね。それは答えられないと思います。今自分はいつ呼び出されていつ死刑されるになるかわからないっていう人たちと、この佐伯という男はまあ真面目に生きてきた男で、時には本当に死刑囚からとんでもない宿題を抱えてしまったりする。いやー、このせめぎ合いというのは、ね、もう真剣に見るしかないでしょ、この一本はという映画になってますよね。松田裕子プロデューサー、お待たせいたしました、はい、もうこの映画を作ろうと思った一番大きい理由は何でしょう。そうです、これはもうだから大杉さん、まあ、全体のプロデューサーというか、まあ、その時プロデューサーと名乗っては僕いなかったかもしれませんけど、うん、まあ、監督と大杉さんの間で話があって、でこういうのどうですかって言って大杉さんそれいいねっていうことがあって、監督が書いてきたある程度今の原型の本を私は読ませてもらって、うん、これ監督のオリジナルですね。監督とは結構長い、はい、付き合いがあるんですけど、その前にもう一本ちょっとやり取りしてたのがあり、うん、でそれはちょっと成立してないんですが、こういうのを、教会書やろうっていう話はその前にちょっと聞いてたかな、うん、それはいいねって言っていよいよ書いたものを見せてもらいました。それが2年前の暮れだったと思うんですけど、でその時にすでに、ワンシチュエーションというかその教会室で、うん、6人がやり取りをするっていうのはあったんですけど、本当にそれだけでした最初。でもこれ面白いという、まず役者さんが絶対やりたがるだろうなということがあったの で、じゃあ一緒にやらせてくださいっていうふうになりました。ちょっと舞台みたいな、ね、感じでもありますよね。そうですね、シチュエーションだから、はい、ゴズさんこの役選んだ理由って何ですか。はい、最初は監督からお名前が上がったと思います、はい、でそれで私たまたま西川美也監督の夢売る二人で、うん、ちょっとだったんですけどね、ごさんに出ていただいたことがあったので、はい、ごさんそれはいいんじゃないですかっていうことになって、ただ監督は初めてなので、うん、一度来ていただいて面談というか話は しましたけども、ごさん、はい、にお願いしようってことになって話が進みました。はい、はい、そう、面談の時どうでした、小津さん。もう僕はオーディションだと思ってたんでね、っていうのは、まあ監督と初めて会うし、僕のことなんかどこでどういうふうにね見てるか分かんないんだけども、僕のことどれだけ知ってんだろうと思ったら、うん、だから当然オーディションだって不思議じゃないと思ったんでね。それで本にいきなり台本出されて、ちょっと読んでくださいって言われて、ひょっとしたらこれをもうこれ読んだらもう絶対誰にも渡したくないそう思いますよね、これをね、うん、そうそう、このお人よしのホームレスね、ごじさんがなさった役って、なんか字を読んだりとかそういうことも得意じゃない、ね、うん、読んだりね、なってたりとか、字を読んだり書いたりとか、もう本当に時間ってどんなものなんだろうってちょっといろいろ想像しますよね。ってね、こんなに喋るのかなって私正直思ったんですよ、うん、無口な男っていう感じで古舘さんのね、はい、役割でも他の人にしても古舘寛治さん教会士と死刑囚ってこんなに話すのかしらって思ったけれども、もしかしたらすごく話すんでしょうね。監督がやっぱりいろいろ取材をして、うんうん、とにかくみんなすごく喋るということはなんか、うん、あとあんまりみんな反省してないみたいっていうのもなんかちょっと、そう、割と実際かなりリアルなんだろうなって思いました。実際ああいう喋りの方は多いっていうのはある程度の取材に基づいて、この烏丸節子さんの役とかすごいですもんね。もうおばちゃん喋りまくるおばちゃん角田美代子だと思いますね、あれは。ああ、で実際、まあまあ、テレビでやられましたね。そうですね。でそのちょっと後に太田貴文監督のひまわりの丘っていう撮影現場で、うん、久しぶりに烏丸さんに会ったんですよ。でクラリオンガールのもうナイスボディの烏丸節子さんがあんな凶悪犯の役をよく受けましたねって言ったら、最
高に面白かったって。ああいう役って役者のよりなやりたいんでしょうね。凶悪犯とかこういう役死刑囚とか、ね、ですね。でもあのこれってあの事件のようなことかなって思うような、ね、確かにありますよね。そういうのがいろいろ6人の背景にね、いろいろミックスしてそういう部分もあって、ね、書いてると思います。ボズさん演じるこの男はまあ人のいい人ですよ。それで ね一緒に働いてる人に、お金貸してどっか行っちゃった、で借金背負っちゃって、その後もだんだんでちょっとやっとどっかに就職決まったんだけど、ちょっと車で人を引いちゃってっていうような運のない男、どんどん運命に流されてって、いいように人に利用されてって、気がついたらこんなところにいるっていう、もうでも人殺してるから悪いんだけど、ちょっとなって、それをね、僕この映画すごくいいのは、また第2部で申し上げますけど、配送シーンとか何もないんですよ。これで、あの、昔の仁義なき戦いだったら、字がボン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 、なんとかしてるし、何を、前科何般、何人殺すの、一切ないんですよ。観客が想像しなさいって言ってるところが、どんな事件かっていうのもね、全然わからない。ただこの、会話の中で。もう、特にごさんの、このおじいちゃんは、もうニコニコしていい人で、この人がなんか、少なくても何人か殺してるんだよね、みたいに、っていうところに人間の恐ろしさが炙り出てくるという。それはそう監督が言ってますね。それをはっきりさせたくない。もうとにかく会話の中で全て。本当になんかその人のなんか罪状を見せる映画じゃないんだっていうのはすごく監督が言ってました。はい、盛り上がってまいりましたが、第1部、何ここまで。刑務官の人たちのね、なんかあの辺もかなりリアルなんだろうなと思いながらいろいろ見ました。キャスティング最高ですよ。はいはい、ぜひ皆さん、今日開始、現在上映中です。じゃあ第2部でまたさらに詳しく、はい、第1部ここまででございます。オリビア・ニュートン・ジョン、ディーパーザーズ・ナイト。いや、ちょうどあの番組進行役としては理想的な展開です。ちょうどいいところでこう一回止めていくっていうのが、そうすると聞いてらっしゃる方の中に、あのあちょっと見たいなという気持ちが、いやらしい、あの加賀まりこさんに似てますね。言われたことないそんな気をする、うん、最近の加賀まりこさん、最近そこ大事ですね。でもね、本当にいいすごいキャストですよね、はい、本当にそう思います。でしたから、このね、高宮のやってることってすっごい腹立つんだけど、でも、納得できるんだよね。そうなんですよ。納得できるんだよ、ね。この役者は素晴らしいね。後で言いますけど、これは彼を見つけただけでもすごいなっていう。まだそんな出てない映画は初めて。あ、ですかね。玉置玲世。舞台の人なんだ。そう、だからね、こんな役者さんいたっけって思いながら見てたんですけど。この子すごいよ。この間あれに出てるんですよ。イリュースの大体一部が終わるぐらい。じゃあ皆さん、ちょっと一旦お願いします。すみません、よろしくお願いします。